初めての試みで3次元で鹿児島市内と、そっちはどこですか？そう、泉ですね。泉ですね。泉市とで、はいはい、FM 宜野湾で、放送ということで初めての試みですけども、そうですね、はい、リモートでやりたいと思いますが、そうですね、どうなることやらということですが、どうなることやら、はい、はい、今日はね、もう世界的なビッグニュースで、スポーツ音痴のしげるちゃんには申し訳ないんですけども、はい、今日はメジャーの大リーグの大ニュースです。大谷翔平さんがですね、ドジャースに10年契約のなんと1014億円1014億円でですね10年の契約をしたという大ニュースが入ってきました。はい、もう世界中大変なことですけど、泉地方は大変なことにはなってませんか？いや、何やら、はい、ヤフーニュースで出ましたけど、うん、はいはいはい、いや大騒ぎにはなってるとは思います、世間様的には。世間にはね。ただ、はい、僕が運動音痴で、はい、そういうスポーツに造形のある方との交流はないので、うんうん、普通の日常ですね。日常ですね。まあ、私はもう朝から興奮して、はい、もう一日過ごしてますけども、うん、そもそもね MLB っていうんですよ、これ MLB の大ニュースなんですけど、 MLB がわからないでしょう、うん、悪玉コレステロールですか？似てますけどね、これね、うん、メジャーリーグベースボール、メジャーリーグベースボール MLB の、まあほら、はい、野球の大リーグの、大ニュースということですね。ああ、うん、B はベースボールの B なんですね。最後がね、メジャーリーグのベースボール、はいはい、ということで、はい、これね、やっぱこれはもちろんアメリカが世界一で、アメリカだけじゃなくてアメリカとカナダに30球団あるんですよ、うん、野球球団がプロのね、はい、そこでも30球団、はい、30球団ね、全米とこうカナダとあって、そこに30球団、はい、プロ野球ベースボールチームがあって、まあ、それが毎年優勝を狙ってるわけですけども、はいはい、まあ、そこは世界一の野球の選手が世界中から集まってますから、はい、大リーグに、はい、まあ、実際、はい、そこで優勝ってことは世界一っていうことになりますね。あ、なるほど。それが MLB ですよ。すいません、はい、非常に熱く語られているところ大変恐縮なんですが、はい、私ご存知の通り、はい、スポーツに興味がですよね。いや、もうこの番組でもに加えて、はい、ね、名健さんのね、はい、バックをぼかしているじゃないですか。はい、そうそうそう、はいはい、ね、ズームでね、それはいいんですけど、そのバックの色と帽子の色が非常に似てるからね。似通ってるので、その頭頂部が現れたり消えたりするんです。あ、こうするね。こうすると出るんですかね。で、どうにかして角度がちょっと変わった時に頭頂部がふわって消えるので見えなくなるね。そう、見えなくなる。で、それが面白くて、まあ興味のない話がますます入ってこない。入ってこない。はい、まあわかりました。ポジションのことはね、分かったんですけどね。大谷投手はね、まあ、バッターでも両方いけるっていう大選手ですね。もうまさにその日本の伝説じゃなくて、もう世界の伝説に今なりつつあって、この1014億円っていうのはね、メジャー史上最高の契約額っていうことですよ。なるほど。これね、これ他のスポーツではどうなんですかね。他のスポーツもね、一番高いのはメッシですよね。メッシを知らないですもんね。このメッシはね、夏はメッシュそれ来るだろうと思いましたよ、メッシュ、はい、そうじゃなくてね、アルゼンチンのね、もう、はい、アルゼンチンのストライカー、サッカーのストライカーですけど、はい、まあ、世界一のストライカー、このメッシはね、はい、これまで世界一、スポーツ選手の中で世界一だったんですけど、これ860億円なんですよ。860億円、大谷選手は1014億円ですから、それをはるかに超えてしまったんですよ。桁が違いますよね。桁がね、一丁上がったということですね。それで野球選手でいうと同じやっぱりエンゼルスにいたんですけど、マイク・トラウトっていう選手がいて、これ今までのそのメジャーリーグで最高の契約額金額だったんですが616億円なんですよ。だからトラウトと大谷選手はこう3番4番をお互い打ったりしてたんですけどね、616億円のトラウトは世界一だったんですけど、それを今度はるかに抜いて1000億円というね、大台に大谷選手が乗してしまったということですよ。はあ、もうため息しか出ませんね。ため息しか出ない。だから想像できないんですけど、まあいろいろ見てみましたらね、1万円札をねこう横にするとまあ16センチあるそうですけど、これだとね、1000億円並べるとね1622キロっていうことになって、長崎からね山形までずっと1万円札が並ぶと、あんまりピンとこないですねこれね。スカイツリーよりもこうペタってこう横へするとですよ、こう横ペタッと積み上げていくと、スカイツリーの 1.6 倍。あんまり来ないですねピンとねこれね。まあスカイツリーそうです、1万円札がそのくらいですけどね、何かいいのがないかと思いましたけど、1000億円で10年ですからね。10年これ10で割ると100億円ですよ、年にね。でこれ12で割って月で出すと毎月8億4000万円、日にちに1日に直すと1日2800万円。どうですか、日給が2800万、これ時給にすると116万。どうですか、時給ぐらいだとだんだん100万円とかちゅうと少しはねちょっとね、ね、僕の年収よりちょっと多いぐらいですねそうね、時給がそう時給がね大体そのぐらいになってきますみんな。これだから夜中も働いてるわけですから、寝てる間も毎時間116万円ずつ入ってくるんですから、すごい。そんとね1000億円とかいうとね本当イメージができないですよ。そうですよね、一人の人間が使い切れるもんじゃないので、その価値観というのを周りがその植え付けるんでしょうけれども、それだけ世界一珍しい人っていうことなんでしょうね。まあね、確かにね、珍しいっちゃ珍しい人ですよこれ。大リーグのねもう世界の一流の人たちがね、これ12月9日ちょっと1日前ですけどね、これ、そのニュースを聞いてね笑い出したっちゅうぐらいですよ、その1000億円っちゅう金額がね、まあ7億ドルですけど。もう笑ったというぐらい、みんなわからないですよどのくらいの金額になるか。でこの、ネゴシエーターちゅうかね大谷翔平の選手の代理人ちゅう人がいるんですよ。まあ、契約を代わってやってくれるんですけどね、この、ネズ・バレロちゅう代理人がねこの、今回の契約で50億円もらうんだそうですよ。ね、代理人が大谷の代わりに私がやりますって言ってね契約球団と交渉してね、これがなんとそういうことですよ。大変ですよこれ、50億円ですよ。50、まあなんか名前がねネズバレロネズに頑張ってネズに頑張ったでしょうけど、すごいですよ50億円で。大谷翔平選手はねこの10年契約の1000億円をすぐにもらわないでですね10年がね終わってから、10年過ぎてから、この契約が終わってから、それ以降ね10シーズン以降に大半をくださいと言ってるんだそうですよ。これ分かります意味が。何年金みたいなもんですね、うん、すぐにもらわない、だから、うん、1000億円を、まあ、例えば僕が思ったのは毎年いくらずつだろうと思って100億ずつだなと思ったけど、うん、そういうふうにもらわない、もうずっとほとんどは10年が過ぎてからもらうと、これ、意味が分かりますか、どういうことかって。まあ、だからその今まではエンゼルスそこにいたわけでしょ、うんうん、でその時にもうお給金はもらってらっしゃったわけですよね。ああ、もらってた、うん、まあ、10年ぐらいはそのエンゼルスのお給金で生きていけると、うん、であれなんですかうん、自分の生き方のスタンスを崩したくない、ああそういうことじゃないですか。なるほどね、さすがだね。前あんまり巨額だからそんなバンとしたら生活自体が変わるからね。あぶく銭になんてもんじゃないじゃないですか、うん、そう1000億円とかドンと入ってきたにしても、うん、そのお金を管理することに神経を捉えられて、うん、野球なんかできないですよ、うん、そうなるよね。だからね、だって誰ももらったことないですから1000億円。そうでね、それねよく調べてみたらね、うん、まあ、ここがね大谷選手のすごいとこですけど、私にもこう払うんじゃなくてね、うん、これからも球団が強くなるためにね、うん、私は10年後ぐらいからもらえばいいと、その間もねチームを強くするために、ね、強化費にね私に払う分を当てて、うん、球団は強くあってほしいと。だから私に、うん、バンバン払わないで毎年、だいたい10年が過ぎた頃からたくさん大抵はもらうようにしますからと言ったそうですよ。なるほどね。だからね、うん、すごいんですよ。もう誰も本人もどうしていいか分かんないんじゃないですかね、これね。うん、いやなんかそんだけ金があったら、うん、ねちゃんとした筋の投資信託かなんかに当て込んでですね。本当ね。そうすると10年も経ったら大変なことになるでしょうけどね。元手が7億ドルなんで。そう。これね、吉野家の牛丼で叩いたっていう人がいたんですよ、これね。はい。そうするとね、今468円だそうですから、これね、はい、2億1700万食分になるそうですよ。そうするとね、1日大谷選手が3食吉野家の牛丼を食べると、なんと20万年かかるそうですよ。20万年後には吉野家があるんでしょうかってね。20万年もかかるっちゅうことですから、うん、これね大変なことなんですよ。体壊れますよ、だって3度牛丼じゃ。そうもう本当大変、20万年ですから、しかもね牛丼みたいになっちゃうんですよね、うん、体がもう牛になっちゃう、うん、食べて寝る前から牛みたいな。これねドジャースっちゅうチームに行ったんですけど、はい、ドジャースってね、まあ、うん、アメリカ大陸が広いですからね、広くて、はい、うん、うん、東海岸の方はニューヨーク、はい、ヤンキースっていうのがあるんですよ。ヤンキースこの世界のヤンキースね、資産価値が世界一という野球球団があるんですよ。コンビニの前でしゃがんでるやつらですね。あれヤンキーでしょ。ヤンキースはねもうすごいんですよ。はい、それの西海岸ですからロサンゼルスですからね、ドジャースは。これ西の、まあうん、ナンバーワンということですね。だから、はい、もうスター軍団なんですけど、うん、このね監督がすごい。監督がなんとここはあんまり知られてないんですけど日本生まれの初めてのメジャーの監督なんですよ。日本生まれディープロバーツ監督っていうんですけど、日本生まれ、日本人ではない、日本人沖縄日本人お母さんが日本人ね、日本人、あお母さんが日本人で、うん、沖縄の、うん、那覇はい興奮してね あんまり大きい声で喋るから咳が出ましたけどね、はい、でお母さんが日本人で沖縄の那覇生まれで、うん、だから日本生まれですよ監督は。うん、ではい、大リーグドジャースでも活躍したドジャースの外野手だったんですけど、うん、で世界一にもなってるんですよこの監督は。おお、はいはいはい。それでね、まあ、絶対秘密でこの大谷がどこに行くかっていうのはこう記者たちがね、みんなこう探ってたわけですけども、だけど誰も喋んなかったですよ、どこに行くっていうのは。監督もチームのね、DM っていうかGM っていうんですね、その球団社長みたいな人たちがね、誰も喋らなかったんですけど、このロバーツ監督がね、俺12月3日に会ったよとか言ってしまったんですよ、この人は。はい。ほいで、私は嘘をつきたくないっつってね、他の監督はみんなしらばっくれてたんですけど、この監督はね、はい、俺会ったよっつってね言って、みんなだからそれが、まあ、それはそれでまた大問題になったんですけどね。まあまあ面白い監督なんでしょうね、これきっと日本人ですから、日本の血が入ってますからね。はい。でドジャースはね、強い、もうとにかく、まあ、リーグ優勝っていうのがその24回もしてるんですよ。それで世界一がね、世界一っていうのはその、まあ2つに分かれて戦いますから、それがまあどっちの一番になった人同士がまあまた戦うんですけど、ワールドシリーズっていうんですけどね、これをもう7回もドジャースは勝ち取っているっていう、まあ強豪中の強豪なんですよ。はあ、だから日本人はね、もう楽しみですよ、来シーズンがね。なるほど。しげちゃんはまあまあ楽しみじゃないけど、しげちゃんでもだんだん分かってくると思いますよ、きっとね。少しずつね、少しずつ。はい。まあそれはそれとして、今回のこのラジオでは俺ほとんど喋ってないですよね。うん。いつもね、もうこのところしげるちゃんのサクセスストーリー、17歳ピーク説をね、喋ってきたんでね。今日はね、もうね、興奮が収まらないわけよ。うん。テンションの差が激しすぎるの。うん。本当はね、いろいろあったんだよ。まあ他にもあったんだけどね、なぜか今週はね、スポーツばっかなんだよ、スポーツ。スポーツに熱くなった名犬さんということですね。そうそう。J1、J2、J3 ってね、サッカーもこうあって、そのJ3 のね、鹿児島ユナイテッドっていうところがね、なんとこう J2 に上がるっていうのも、これ実は大ニュースなんですよ。はい。ほんで沖縄ね、サッカーはね、琉球っていうところがね、大体鹿児島とね似てるところ、J3 から J2 に上がったり下がったり、一緒に上がったんですけどね、J2 に1回。鹿児島はね、もう1年で落ちたんですけど、琉球はね頑張って残ってたんですけどね、今年今度は落ちちゃって J3 に行くことがなって、今度は、鹿児島今度 J2 に上がると。なるほどね。この辺も全然熱くならないでしょ、ほらしげるちゃんは。そうです。もう意識が遠のきそうですもん今。そうでしょ。 J2 がなんか分かんないでしょ。この前東京に行った時に JJ っていうコードナンバーが常磐線だというのは学びました。JJ ね。まあ鹿児島には JJ 降臨っていうのがありますけどね。JJ 降臨。JJ そうですね。ライブハウスがありますね。あれ JJ 降臨も常磐線だったんですかね。もともと。常磐線ですね。最近インバウンドっていうか外国の人が増えたので、その駅名を日本語で覚えられないと。なので、その JJ が常磐線だとか JY が山手線だとかね、例えばそういうふうに割り当てて、Next Great Stuff is JJ4 とか言うんですよ。ああ、言うね、JJ ね。そう、電車のマップに JC とか JT とか JJ とかって路線がそのコードナンバーで割り振られていて、でしかも駅名も番号なんですね。あ、番号ね。日本語で次は北千住って言ったような後に、で次は JJ4 に止まりますとか JJ5 に止まりますとかってアナウンスが必ず今はあるんですね。ああ、なるほどね。うん。まあそれを思い出したというだけなんです。そうですね。DJ ならねよく思い出しますけど、 JJ もねあるんですね。そう、 JJ もありましたね。だ駅の表示なんかも JJ がこっちって書いてあるんだけど、さっぱりわからないんですよね。で日本語でちっちゃく下に常磐線って書いてある。なるほどね。今ね J1 のニュースに行こうとしてたんですよ。G ですね。 G1 こっちまで J って言え J じゃない G1 がね、これまたねすごかったんです。神戸ヴィッセル神戸っていうところがね、初めて初優勝 J1 の1位ですから、これは日本一なんですけど、そこの、ね、J1 と G、うん、J1 と G1 って違うんですか？ああ、あのねJ はジャパンの J でね、ジャパンリーグですからね、J1 カテゴリーがあって J1 が一番強い人たちで、 J2 がまあ2軍みたいなもんですよ。で J3 が3軍ですよ。まあそれは JFL っていう人の下もその下もずっとあるんですよ、サッカーはね。頂点、その頂点の J1 ちとこのヴィッセル神戸ちとこがね、今年は一番その日本一になったんですけど、これのねまた MVP が大迫選手って言ってね、これ鹿児島の出身なんですよ。これもまたねすごいニュースなんですけど、まあそういうニュースはね全部この大谷選手のニュースでね書き消されてしまって、一瞬出たんですけど1日遅れで大谷がもうバッと契約しましたから、まあほぼそっち、あ、そうそうそう。まあでもねあれですよ、なんとか中日本のね政治のね政党もねすごいスキャンダルが今もうバンバン出てるんです。毎日日本がひっくり返るくらいのね官僚たちが続々と、まああんまり良くないことしたんでしょうね。特捜が動いてるちゅうぐらいですからね。ここねもう日本がひっくり返ってもおかしくないちゅうぐらいの大事件を起こしてるんですけどね、大谷翔平のこのニュースが出るもんだからね、話半分になってしまって。なるほど。なんかそれも何か意図的な情報操作のような気もしますよね。なんかね、そこはたまたまタイミングがそうなんだけど。そうなんですけどね、まあでも良かったでしょうね、その人たちはね、悪いことも半分ぐらいのね、なんか勢いでね、まあこれ大谷選手のニュースがね、その1日ぐらいのニュースでね、終わるんだったらいいんですよ。まだちゃんと世の中のことをね、正しく報道する人たちもいるでしょうけど。やたらこれ大谷選手の方に行くとね、この史上最大のねスキャンダルというかね、ある政党のスキャンダルなんですけど、まあどんなスキャンダルかっていうのはもう皆さんご存知でしょうけどね、まあ泥棒ですね。まあお金取っても申告しないやつですから、もうみんなキャッシュバックが4000万とか5000万でもね、これキャッシュバックはわかるでしょ。キャッシュバックはこれ野球用語じゃないですから。キャッシュですね、ペイペイのポイントも真っ青っていう、ね、それをねみんながこともあろうにね、みんな知らないと、調べれば今確認中ですって言ってね、一言も答えないんです誰もね。何千万ももらっても、まあ偉い人たちが政治をやってた問題ということになっているんですけど、大谷の選手のおかげでね、半分になってます、そのニュース。ね、これ今ズームでつないでんですけれども、名犬さん側は、僕はほら今マイクを持ってずっと同じ距離で喋ってるので音声が曇ったり途切れたりということはないんでしょうけど、もう名犬さんはパッションが上がりすぎて左右前後にこうあゆたいながら喋ってらっしゃるので、音圧が下がった時にゴボって言うんですよね。で音声が途切れるところがあるので、今後の課題としてやっぱりお互いお互いマイクにするとか、やるときにはマイクを使うというね、マイクを用意するというのはいいかもしれませんね。それねかなりいい考えです。同じ距離で、そう同じ距離でずっと、まあピンマイクでもいいので、そう距離が変わらない。そうね。ちょっとでも音圧が下がるとすごい圧縮しきれなくて。音声がブツって途切れたりするので、まあそちらはほら生音で収録してらっしゃるから大丈夫なんだけど、まあそうね、僕もね、しげちゃんが名犬おじにしえぬおじ、てびちにちんすこ。